はい、ジェコムです。コーヒータイムね、これからやるんですけど、じゃーん。ここ。ノードさん、YouTube でね、コーヒー動画をね、たくさん上げていらっしゃる、岩崎泰造さんの、お店ですね。ネット通販で来るんですけど、そこでね、先日動画に上がっていた、アイスコーヒー専用のね、ガツンとしたブレンドを出すっていうので、それをね、買ってみたんですよ。で、届いたのが、まあ、こんな感じでね、届いたんですよ。4本買ってみました、今回は。アイスコーヒーブレンドが2つと、あと、ガテマラとエチオピアを買ってみたんですね。まあ、比較的ね、焙煎が濃いやつを頼んでみたんですよ。でね、このアイスコーヒーブレンド。いいね、この。ちょっとね、動画だとわからないかもしれないですけど、この濃い焙煎のね、油切った感じ、最高。もうそれだけでね、もう見た目だけで美味しい。で、これが、まあ、ガテマラですね。ガテマラも結構濃い焙煎なんですけど、で、エチオピアもかなり濃い焙煎ですね。で、まあ、初めてね、このノードさんで買ってみたんですけど、これね、すごくいいのが、もうちゃんとしてるって言い方がね、ちょっと逆に失礼になっちゃうかもしれないですけど、すごい親切だなと思ったのが、ここ見てください、これ。これね、カレンダーがここについていて、で、ここにね、まあ、焙煎日。で、そこからこの丸がついてるところね、これが飲み頃。この期間が飲み頃ですよっていうね、そういう、飲み頃のカレンダーがついてるんですよ。これすごい親切で画期的ですよね。よく、焙煎をね、焙煎したての豆を送ってくれますっていうお店がすごい多いには多いんですけど、じゃあ、その焙煎したね、その豆の美味しい時、美味しい期間っていつなんだよっていうところ、焙煎の仕方によっても、その飲み頃ってだいぶ変わってきますし、焙煎した人の意図にね、あったところ。その焙煎した人が一番美味しい時はこの時間だよ、みたいな、そういうのが、わからないことが結構あるんですよ。まあ、感覚でね、ちょっと寝かした方がいいかな、みたいなところはあったりとかするんですけど、まあ僕はね、そういうふうにやってるんですけど、それでもわかんない時とか結構あるんですよね。でも、私の考える美味しい時はここなんですよっていう、ちゃんとね、明示的に、表してくれるっていうのは最高ですよね。で、今日はね、アイスコーヒーブレンド入れてみようと思ったんですけど、ちょっとね、飲み頃カレンダーから外れてるんですよ。今日は12日の日曜日なんですよね。で、14日ぐらいから飲み頃ですよっていうことなので、今回は、このね、カレンダーを見ると、このエチオピアのね、飲み頃カレンダー外れてしまっているので、14日から5日までってなってるので、今日はこれ。ガテマラ。ガテマラがね、まあ、11日から26日までが飲み頃ですよってなってるので、ガテマラをね、入れていきたいと思います。で、このね、袋。他のね、お店とかだと、ガスがね、抜ける袋とかに入れてるんですけど、こういうね、うんちくのね、サッシがついてきて、こういうのもいいですよね。こういうのね、僕すごい好きなんですよ。こういう風なのね、もうドリップのアプローチとか、ここのね、お店ね、初めて買ったけど、いや、最高に分かってるねっていうね、ぜひね、みんなにおすすめしたいコーヒー豆屋ですね。ちょっと他のも気になる豆いっぱいあったので、また今度買ってみたいと思います。で、ドリップのアプローチとかね、コーヒーチャートとかも全部書いてありますし、なんでね、このパックに入れてますみたいな、そういうのもね、説明書きが書いてあったりとかしてて、すごい好感度、僕の中で、ね、まあ、もともとこの岩崎さんの動画とかめちゃくちゃ面白いので、好感度高かったんですけど、さらにね、爆上がりになりましたね。はい、ということで、ガテマラ、早速飲んでいきたいと思います。はい、豆はね、引けたので、
でね、さっき豆をね嗅いでみるの忘れちゃってたんですけど、これね、いやすごいすごいいい香りですよこれ。これねガテマラ、もうねずっと嗅いでられる香りするね。このね、やっぱりね、浅煎り最近の多かったんですけど、このね焙煎の濃い、このくらいのね濃いコーヒーの香り、やっぱ一番好きですね。すごくいい、もういつまでも嗅いでられる、ほんといい香りで。一応ねこれこういうようなねガテマラ GCF のまあ味のチャートはこんな感じになってますっていうのと、あとね入れ方こんな感じに入れてくださいみたいなねおすすめの入れ方が書いてあったんで、今日はねちょっとそれに沿ってやっていこうかなと思ってます。で、豆の量が 20g で、抽出の量がね 260cc で、温度が86度ですね。まあ飲むのはカップ&ソーサーって感じで、まあちょっとここら辺をね、で3分で落とし切るみたいな感じで、まあここは蒸らしですね。1分から30秒ぐらいね蒸らしをしてやって、ファーストドロップからこれね2分半で落とし切るみたいな形でやっていきたいと思います。でちょっとね今日はこれでね計量カップでそのままね落としていきたいと思います。じゃあまずね蒸らしから、まあ蒸らしはねたっぷりとここにお湯を含ませてやるっていうのがね大切なので、蒸らしをしてやってちょっと待ちたいと思います。あーすごいいい香り、めちゃくちゃいいね。やっぱ新鮮な豆ですけどね、焙煎が濃い分そこまでね泡立ちは、まあ泡立ちはしてる方ですけど、そこまでっていう感じではないですね。ブクブクブクみたいな感じではないかなというところですね。はい。じゃあ入れていきますか。だいたいね3分、まあ2分半で落とし切る、260落とすっていう考えると、まあこのぐらいじゃないかなとは思うんですよね。そこまで早く、いつもみたいなね感じではなく、少しゆっくりめでね落としていく。今約200ぐらいですかね。はい、こんなもんでしょうか。ちょっと早すぎたな。ちょっとね、はい、200、まあ大体60ぐらいですね。ちょっとね早すぎた感じですけど、2分ぐらいになっちゃいましたけどね。はい、じゃあいただきたいと思います。まずかき混ぜてね。だもっと遅く、もっとねっとりしたねコーヒーっていうかね抽出を、あれなんでしょうね、目指した方がいいのかなっていうところですね。うん、いい香り。はい、じゃあねちゃんとカップ&ソーサーでねいただこうと思います。じゃあ召し上がれ。いいね、このコクとね、この焙煎、濃い焙煎のね苦味がねすごく心地いい。美味しい。
いや他のね、まあ、今回ガテマラでしたけど、他のね豆のねを飲んでみるのもすごい楽しみですね。あ、美味しいな本当に。概要欄にその岩崎さんのチャンネルと、あとノードのね、あの販売ページの方貼っとくんで、興味のある方はねぜひそちらで購入してみてください。最高。